はいどうもレビペンです。今回はウォーフレームのナイトメアミッションについて解説していこうと思います。コンスティテューションやリーサルトレント、ドリフティングコンタクト、アニマルインスティンクトなどの強力なモッドが手に入るのでぜひやっておきましょう。モッドそのものについては過去の動画をご覧ください。では早速見ていきましょう。ナイトメアミッションは渦巻き状のアイコンで表示された特殊なミッションです。挑戦するには一つの惑星のミッションを一度すべてクリアする必要があります。そうするとナイトメアミッションが惑星につき1箇所追加されます。ミッションの更新は8時間ごとにされるようです。すべてのナイトメアミッションに共通で、サイファーが使えない、スペクターが敵対する、敵の火力が上がるという条件がつきます。サイファーはハッキングの時使うと自動でハッキングができます。しかしナイトメアではサイファーが使えなくなります。一見きつそうですが、ヘルミシステムのオートハッキングアビリティ、モアの能力、パラゾンに装備できるモッドなどは有効です。スペクターはギアアイテムにセットして使うと普段は味方として一緒に戦ってくれます。しかしナイトメアではスペクターを出すとスペクターが敵対してきます。そしてナイトメアでは敵の火力が通常の3倍になります。これらのサイファーが使えない、スペクターが敵対する、敵の火力が上がるに加えて追加で条件が加わります。シールド枯渇、タイマー、ヴァンパイア、エネルギー減少、低重力、死体爆発、これらのいずれか一つが追加されます。シールド枯渇は字の通りシールドがなくなるものです。ヒルドリンでミッションを開始した場合、アビリティが封じられます。タイマーは制限時間があり、自分で敵を倒した場合、制限時間が延長されます。ヴァンパイアの条件では、ウォーフレームの体力が徐々に減りますが、敵を倒すとウォーフレームの体力が回復します。エネルギー減少状態では、エネルギーが減少します。ラボス、ヒルドリン以外のウォーフレームは、アビリティが発動しづらくなります。低重力はジャンプした時の対空時間が変わります。ゼファーを操作している場合と同じ感覚になります。死体爆発の条件は特に影響はないので気にしなくても問題はありません。これらの条件が追加されたミッションを見事クリアするとナイトメアモッドが入手できます。ナイトメアモッドは19種類あり、入手できるモッドの種類は惑星によって違います。ナイトメアミッションをクリアするとそのうちの1種類が確定で入手できます。よく使われるモッドはごく一部なので、それに絞って紹介していきます。まずは地球、金星、水星、火星でゲットできるブレイズとハマーショットです。ショットガンとライフルモッドなので使い勝手が良いです。お次はダイモス、フォボス、ケレス、ボイド、木星、エイロパ、土星、ルア、クバ要塞でゲットできるモッドです。ドリフティングコンタクト、シュレットが特によく使われます。シュレットの上位版プライムドシュレットはログインボーナスでゲットできます。最後は天王星、海王星、冥王星、セドナ、エリスでゲットできるモッドです。ビゴー、コンスティテューション、リーサルトレント、アニマルインスティンクトなどがゲットできます。ビゴー、コンスティテューションはウォーフレームに装備できるモッドでかなり強力です。ちなみにビゴーの上位版プライムドビゴーはログインボーナスでゲットできます。リーサルトレントはピストルのモッドでかなりよく使われます。使い勝手がいいので1枚は確保しておきましょう。アニマルインスティンクトはセンチネルなどにつけることができます。上位版のプライムドアニマルインスティンクトは商人からゲットできます。商人については過去の動画をご覧ください。他にもナイトメアモッドが存在しますが、それらは今紹介したものを手に入れる過程でゲットできます。以上がナイトメアミッションとナイトメアモッドの概要です。ご視聴ありがとうございました。今後もウォーフレームの動画を作っていくので、続きを求める方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回、さよなら。